画面の前の皆様、こんにちは。村人 Q でございます。デッドバイデイライトサバイバーやっていきましょう。ちょっとね、通電までは行くんだけど脱出できないみたいな。そういう試合が多すぎて。いやー危ない終わってしまう。試合が終わってしまう。終わってしまう。試合が終わってしまう。ごめんなし。つけきれる。1台粘ったと思えばいいか。なんか見つかってそう。なんであっち行ったんだ。怖いな。助けてくれ。私は脱出するというアーカイブがあるんだ。I have a dream だ。脱出する、いつか脱出するという夢が私にはあったりなかったり。出たよ。お、戻った。治療ゲージ見えないバグ、戻ったぞ。あれ、戻るんだ。見えない。セルフケアだと見えない。近づりか。板を壊してる間に突き切れてしまう。固有行きたい。固有から出てきてた。あ、いつの間にか救助されてる。危ねえ。ナイスナイスナイス。私がそこ回したかったな。スマチャカあるし。まあいいや。一番最初に捕まってしまった身としてはね、贅沢言えないんで。結構発電機ばらけてるか。向こうに2台ぐらい、あっちの中央らへんに1個、向こうの奥に1台、こっちに2台ぐらい。あ、いますね。よいしょ。私これは脱出できるんじゃないか、このままいけば。通電はするけど脱出できないから本当多いんですよね今ね。脱出ゲートから脱出するっていうアーカイブやってるんだけど、これ初めてね。
十数戦やったかな、十数戦やって、あれ脱出ゲートから脱出できたのが1回です。これ2回やらなきゃいけないっていうアーカイブなんだけど、で通電したのがね、2、3試合除いて全部通電したのじゃなかったな。そのレベルで通電率は高いんだけど脱出までいかない、私個人のね。私個人が脱出ゲートまで行くのが困難という、という話でございます。よいしょ。なんでだろう。レナリからスマチャグに変えたからかな。レナリだったらさすがにもうちょっと脱出率高そうな気がする。最後までこう通電までちゃんと引っ張って、キラーを引っ張って時間稼ぎしてるっていう意味ではちゃんと仕事はしてるんだけどね。よいしょ。こうやってしっかりとね、移し替えも行っていきましょう。これをやらないとね、イベント進んでいかないんで。めっちゃ回ってるね。あれこっち来ないのか。よいしょ、1釣り目。やべ、ゲートの位置見てなかった。おー、レナリゲート探しの旅に出よう。ゲート。なんかいない？近くにいる気がするな。あれだ。待ってくれよ。あと十数秒で開く。あ、発電機回し早かったね。なかなかなんかね、発電機回るのが遅かったのもね、結構要因の一つな気はするわ。これこっち向いたね。どこだ。らへんな気はするけど、あった。ようやく終わる。ようやく終わるよ。大丈夫よな。まあ治療も入ってるんで大丈夫でしょう。ほら出ましょう。ああ、ようやく終わった。ああ、フンヌがあったのね。で、デッドロック追跡者か、あ、追跡者で最初見つかったと。ね、追跡者にあるんでね、イベント楽しむのもいいですが、気をつけてやりましょう。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。